皆さんこんにちは、ゆっくりチャオズだよ。今日からたまにゆっくり形式で実況をやっていきます。編集がめんどくさいからたまにしかやらんけど、一人5回は繰り返してみてね。バカなことやってねえで、働け。なんだろ今の。基本的にレジェンズの PVP 実況をやっていくつもりなのでよろしくお願いします。チャンネル登録、高評価は義務です。ということで記念すべき第1本目のゆっくりレジェンズ派。みんな大好きウルトラゴジータを使っていこうと思います。元からぶっ壊れの合体戦士キャラですが、身勝手の極意曲の登場でさらに株を上げたキャラの1体だよ。動画の外でもよく使っているんだけど、泥速と必殺による嵐性能に加えて、やっぱりラス2からの交代禁止、続振り無効が強すぎるよ。落としたい敵を無理やり縛ってライジングを打ち込むなど、明確な不利対面がないことが評価ポイントだね。ということで軽くウルトラゴジータの性能解説をしましたが、なんでチャオズを使わないかって?それは。今から僕とゴジータが風上するからさ。元から戦闘力5のおじさん以上ナッパ以下の僕が、ゴジータとフュージョンすればどうなると思う?そう。究極のスーパーチャオズくんが誕生するのだよ。ということで超フルパワーチャオマンの実力をプブプので見せつけに行くぜ。ということで対戦お願いします。お相手は超サイヤ人パーティーだね。青バーダックからの超火力が非常に厄介な編成だよ。最初に今回用意した78合体の説明をしようと思います。合体戦シプとは赤枠が少ないので、環境最強の78をリーダーに無理やり刺した形だね。最近は赤の枠を身勝手の極意局にしたのも理由言ってるね。撮影時の僕は身勝手が3凸だったので使っていません。フラグメントはコーステのユニフラと覚醒フラグを軸に、あとは体力重視で装備をさせてみたよ。順位更新を狙っていたので絶対強化などかなり、力を入れて厳選が苦しかったぜ。それでは対戦の解説をやっていくぜ。この試合はゴジータ4と反転赤の刺さりがかなり良いので、とにかく78を早く、反転させることを意識していたよ。コンボ終わりなのでタックルを打ったが、かなりずらされて攻撃をもらってしまった。トランクス派落ちバフキャラなので、居座り回避読みをしてきたのかな?お相手にばっこりと反撃を受けてしまいます。ここでバダからのおしゃれ経由。お相手しっかりとスパサ編成の、強みを出してきているね。しかしさすが54の耐久。必殺を他キャラで受けることで、なんとか耐え切ることができたよ。単発で相手破壊ひずらして対処。うまくコンボに持っていくことができました。ライジングラッシュ、ここは相手のエースである。ウルゴジを落とすことだけ考えていたよ。あとは読まれさえしなければ、かなり試合が楽になりますが、しっかりと通っていますね。落ちバフをくぐって。1体持っていけたのは最高ですね。しかし相手は強力な青葉だと、トランクス、油断は禁物、うまく切り抜けなければ。ここは安全にメインアビリティで様子見。とりあえずバニシングを欲張りたいですが、攻撃ももらいたくない対面です。と言っていると最速回避。これは非常に良くないことをしました。ゴジータ4でコンボカット。これができるからゴジ4はやめられねえ。かなり削れているのでメインアビリティで回復してしまいましょう。後付き必殺を避けて確定反撃。バーダックも引いたばかりなので確実に落とせますぞ。一応78のチェンジゲージも貯めるよ。備えあれば嬉しいなっていうからね。北極旅行のボケはこの辺にして、これはもうほぼ価値格だと思っているよ。すると通信が切断になりましたね。まあウルゴジも活躍したので試合派採用です。それでは次の試合に行きましょう。対戦お願いします。お相手は純粋未来パーティー。緑ベジータがウルゴジにめっぽう強いから注意だね。紫ベジットを選出しようと思ったけど相手に赤腕ご飯がいたことと、紫枠が非採用だったので緑を出したよ。初手派遠距離特殊を使ってコンボ確定。これが本当に理不尽最強すぎるよ。ふと思ったけどカバチェン無効の特殊が来たってことは、そのうちバリアーのカバチェン無効とかも出たりするのかな?出るならアルハンブーとかで実装を期待したいところだね。と、余談はここまでにして対戦解説やっていくよ。バニシング回しすぎて待機がなかったので、居座り回避読みをしたけれど外れてしまったよ。お相手反転からのコンボ。ダメージ効率をしっかりとってて上手ですね。なんとしてでもコンボを止めたいところ。特殊アーツを使われていないのは良かったね。まだライジング派ないはずなのでカバーチェンジ。最速回避されちゃったよ。こういうとこが下手なんだよな。ライジングが溜まっているはずなので、ゴジータ4で受け切ろうと思います。しかし78の攻撃を受けられる。ゴジータの耐久にはいつ見ても惚れますね。お相手まさかの必殺アーツ、弾必殺ないしはゴジ4にライジングを打ちたくなかったのか？どちらにせよこれはラッキー。ここからウルトラゴジータのもう快進撃が始まるよ。タックルーグでコンボ確定。ホプソハユ逃げ溜まってるのでコンボカットもなし。明らかに待機カウントが回っていないので、ウルトラゴジータの究極アーツで倒しきるよ。ウルゴジの究極アーツ派30カウント踏ん張り無効不よ。もちろん究極攻撃にも効果が乗っているぜ。あとは数的有利を活かして、安全に立ち回っていきます。体力にも余裕があるのでカバチェン外し読み。キャラチェンして回避に手アーツをしようと思ったら、ライジングラッシュが飛んできた。しっかりと回避で対応。ゴジータ4でコンボカット。これで相手の切り札はなくなったね。ここはメインアビリティで回復ですね。3対2を崩されるのが負け筋だよ。ライジングラッシュをかぶせたい。打撃キャンセルにはタックルで対応。回避見えたのでライジング確定だね。ここは良い詰め方ができたかな？くそー、ライジングを読まれた。でもまだ有利なのには変わりないです。反転見えたのでタックルヒット確認。有利属性なので強気にいったらヒット。ここは17号の特殊から安全にコンボをつなげていきます。90カウントで交代したこともしっかり覚えておいたよ。しかしさすがにベジータも硬い。紫属性がいない中道対処すべきか。タックルには反応。カバチェン比ダメカットがないので、大ダメージが与えられるよ。ここでカバチェン、54で気力回復しましたが、少しリーチが足りませんでした。あと隙ありの特殊アーツ。確定コンボなので必殺で厄介な78を落とします。高さん、対戦ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。ゆっくり実況初めてやってみたけど、本当に編集時間がバカにならなかったよ。なぎあきさんとか一本に何時間かかってるんだろう？今回の動画がもし好評だったら、これからもできるだけゆっくりもやっていこうと思います。ぜひやってほしい企画、要望などありましたら、コメント欄にじゃんじゃん書いていってね。それでは今日の動画は終わろうと思います。それでは。いけ！お！いった！いった！